相手と分かり合えないところはありますか、ということで。分かり合えない、これなんかちょっとマイナスな感じがちょっと怖い。あ、じゃあ僕から行きましょうか。分かり合えないところ、はい、どうぞ。勉強ができるところ。勉強ができる賢さだけではなく勉強頑張る努力が自分ではなさすぎてすごいと感じていますと。いや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 、これはそのまま返しますよ。いや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 、やめてください。あの、僕は お勉強ってやらなくていいならやりたくないんですよ。興味あること、お仕事関係のこと以外にはほとんどもう勉強なんて、だからなんかその、あずちゃんのその地理の知識とかさ、やっぱり地理はね好きだったのよ。いや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 、もうね言ってますけどもう本当に賢い面をいっぱい見てきたんで、いやでもね、なんかそう思ってましたね、僕はね。勉強ができるところが全然と違うな。いや、そのまんまかなたんに言いたい。え、好きなんて書いたっけな。あずちゃん、なんだろう、覚えてない。ないところ。かなたんと分かり合えないところはこちら。うん、こちら？なんだよ。いや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 、おかしいおかしい。潰してない潰してない。握力で握り潰してしまうところ。どうしてですか？なんでそう。なんか硬い、あの、うん、なんだ、あのジャムの蓋。ジャムの蓋とか蓋系は開けられる、開けられる。回ってくる、ここにこの面でみんな開けられないって言ってもここまで回ってきて、いや、できないのそれ、あずき全然ダメ だろうね。そう、全然ダメで、どうしたら、開けられるようになるのか、分かり合えない。握力鍛えましょう。僕鍛えてるよ。なんか握力鍛える、こういうやつあって、グリップ、本当に2年ぐらい前に入院して握力が下がったことがあって、下がっちゃったの、はい、そう、それでなんかガーンみたいな、せっかくの握力があったと思って、それから握り続けてる。やっぱりかなたんのあの挨拶はキュッキュッ握り潰したぞ。裏に努力が隠されていたんですね。じゃあ今度あずちゃんにプレゼントします、グリップを。相手に直してほしいところはありますか？なんか普通にあんまない気がするんだよな。なんだ？何書いたっけ？なんだろう。じゃあ、あずちゃんに直してほしいところはここ。ゲームやり込むなら配信で見せてくれ。ああ、なるほど。見せてよ。ああ、そういうこと。あずちゃんゲームとかやり込むときって、あんま配信で見せてくれなくて。見せない、集中しちゃうと、マジで無なの。いいじゃん、もう喋んなくてもいいよ。いや、本当に 無の状態になっちゃうから、配信も映えしないなと思って。いやいや、いい、映えとかいいよ。もうなんかたまに1時間に1回あずちゃんが、負けたとか言うだけでいい。それでいいよ。それでマジでいい。それでいいから見たい。見せてほしい。うん、わかりました。絶対見たいです。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、あずちゃんから僕に対しての直してほしいところ。なんだ？こちら。こちら、ないでしょう。ちょっとおかしいでしょ。切り込んできたんだけど、この歌。圧勝センス。来たなんで？みんながこう、分かっているところの。分かっているところじゃないの。分かっているところの、直してほしいところ。直してほしくない。みんなの意見をね。みんなの、大丈夫だ。やっぱり柄物に柄物みたいなのよく指摘されるんですけど、ええやんと。柄に柄強くて。まあ、ちょっとだから、人より先を行って行き過ぎているのかな、天使だから。むしろみんながね、ついてきてないんだよ、まだ時代が。じゃあ、あずちゃんと服買いに行くか。そう、服買いに行こうよ。行くか。あずちゃんのファッションセンスはいつもね、いいんですよ。いつもね、清楚なお姉さんなの。お姉さんちゃんの私服は。もうね、なんかね、パンプスとか履いたことありそう。あるよね。パンプスって今まで生きてきて一回も履いたことないんですよ。何者かもちょっと今浮かんでないぐらい、程遠くて、あの、クロックスで生きてきたんですよ、基本。しかもね、あの、今日履いてきたクロックス穴開いてるんで。買ってあげたいよ。さすがに。600円ぐらいで買ったクロックスを5年履き潰して。穴開いて。まあ、物持ちがいいということではありますね。めちゃめちゃ良くて。花柄ズボンももう6年目とか7年目に入ってるんですけど。